どうも、ロサンゼルスオリンピックを目指してウィンドサーフィン IQ フォイルで活動しています井上隆です。今回は今の生活スケジュールだったりとか、アルバイト生活をしながら競技をしていることについてお伝えしていこうと思っています。まずは去年の10月に実家を出て、現在は横須賀で生活を始めました。そして今年の3月に大学を卒業しました。今までと違って移動時間が少なくなったことが本当に大きいです。新生活を始めるときに生活資金を稼ぐために京急ストア津久井浜店でのアルバイトを始めました。スーパーのアルバイトは週4日で、だいたい5時から9時のシフトとなっています。夜間管理者として働いています。業務内容は主に品出しをしたり、レジ打ちをしたり、お惣菜などの値引きシールを貼ったり、あと在庫管理をしたりしています。すごく働きやすい店舗で、大変皆さんにはよくしてもらっています。機会があればぜひ京急ストア津久井浜店に来てください。待ってます。日中のトレーニング時間を確保しながら、活動費を稼ぐためにはスーパーのアルバイトだけだとちょっと厳しいので、他にアルバイトとか、何か稼げる方法がないかっていうのを学生のうちに探してました。その時に横須賀市のタウンニュースの取材を受けたことをきっかけに、縁があって部活の顧問の先生などに協力をいただいて、大学の理事長さんにつながることができて、そこからホテルホールオブマインズ三浦をご紹介いただいて、現在はそこでもアルバイトをしています。ホールオブマインズはリゾートホテルで、仕事内容としては外の植木の剪定のお手伝いをしたりとか、洗い場のお手伝いをしたりとか、今後もなんかいろいろやらせてもらえるみたいで、いろいろやっていく予定です。ホテルは週3日の午前中、朝7時半からだいたい11時とか9時から12時とかのスケジュールでアルバイトしています。ここの人たちもとてもよくしてもらっていて、大変感謝しています。生活スケジュールとしては、朝バイトがある日は7時には家を出るので5時半ぐらいに起きて、まあ、ストレッチしたりとか朝ごはん食べたりとか家のことしたりとかして出て仕事に行きます。で、午前中バイトがない日は6時半に起きて家のことをして、9時から10時ぐらいにの間で練習に行って、そこから12時まで12時から12時半ぐらいまでやって、そこからご飯を食べて、で家に帰って少し休憩してバイトに行って、で帰ってきてお風呂に入ってご飯を食べて、すぐに、まあ、洗い物などしてすぐに寝るっていう感じになっています。そして空いてる時間でストレッチ、筋膜リリースとか、筋トレとかを入れて生活しています。現在はもらったダンベルと周り使われてない椅子などでウェイトトレーニングをしているんですけど、来月ぐらいからはトレーニングジムを契約してトレーニングが開始できそうです。食事はだいたい4食から5食で、間食2回間食1、2回の朝昼晩ご飯って感じです。やはり活動していく中で一番問題、お悩みになっているところは活動費っていうところで、生活費以外でしっかり競技に使えるお金をたくさん増やしていくっていうところと、あとは国体で体を絞りつつ IQ フォイルで体を大きくする、ウェイトを増やしていくっていうところが一番難しいところであるなと感じています。ただ自分で好きで選んでこの道を進んでいるので、何でも掴めるものは掴んでやっていこうと思っています。またこうやっていろいろ自分でやっていくのが楽しいところだったりもすると思ってます。こんな感じで最近はアルバイトを2つ掛け持ちながら、栃木県セーリング連盟に所属して強化費をもらいながら今日活動をしています。以上になります。ではまた。